埼玉県立鳩ヶ谷高等学校は、埼玉県川口市、大浅里,里にある県立高等学校。略称は、鳩高。NHK 鳩ヶ谷ラジオ放送所は地に立地している。かつて高校の敷地には、NHK 鳩ヶ谷放送所が置かれ、ラジオを第二放送を送信していた。施設の老朽化に伴って放送所は廃止され、 日本放送協会がその跡地を売却した。折しも埼玉県内すべての市町村に県立高等学校を設置することが決定された。ことで旧鳩ヶ谷市の高等学校誘致活動が実り、同跡地に高等学校を設置することになった。東廃合を伴わない新設高校としては県内の公立高校で最後の開校となっている。男女共学で 学科は普通高校という基本を持ち、地域性に合わせて園芸デザイン科を設定し、また新時代に合わせる形で情報処理科を設置した。園芸デザイン科という学科は全国で初めて本校に設置された。また、開校当初は普通科に外国語コースも設けられていた。なお、当校の開校は旧、鳩ヶ谷市政20年と一致した。 学校敷地の形状は元が放送所であったこともあり、かつてはフラスコのような形状をしていたが、学校周辺地区で行われている土地区画整理事業によって南側はほぼ四角い形状となった。路線バス国際工業バス登校の近くには埼玉県立川口高等学校がある。鳩ヶ谷送信所の跡地の一部は、 東京都の放射道路である小久橋通りから接続されている埼玉県道58号台東川口線の用地となり、現在は埼玉県道5号埼玉勝負線と接続され、第二産業道路と呼ばれている。また投稿解説以前から、近隣の川口市安行寮、根岸地区の4モール川口、川口自動車学校などに、 株式会社埼玉宝石の跡地が活用された施設がある。NHK 鳩ヶ谷放送所は、かつて埼玉県鳩ヶ谷潮技里技局電335に所在した日本放送協会の送信所である。鳩ヶ谷第二放送所は1936年4月に着工され、1937年12月に放送出力1 5 0ットで、 試験放送が行われた。1939年5月より本放送を開始した。放送所として鳩ヶ谷が選ばれた理由として、地価が安く、湿地帯のまとまった土地が確保でき、また湯水が豊富だったことが挙げられる。湯水は放送機器の冷却のため、湿地帯という地質は放送機のアースのためという条件にあっていた。施設としては、 敷地面積63,117平方メートル。局舎は、鉄筋鉄骨コンクリート作り2階建て、付属舎、社宅のべ3,303平方メートルであった。送信用鉄塔は206.54メートルで、日本無線電信株式会社原の町送信所で、不要になったものが、移転改装され利用された。鳩ヶ谷放送所では、 終戦間もなくの1945年8月24日に、川口放送所選挙事件が発生した。それから、時代は降り、1983年3月24日に、鳩ヶ谷放送所の機能は、勝負区ラジオ放送所へと引き継がれ、その役目を終えた。勝負区ラジオ放送所では、ラジオ第2放送の設備が、出力5 0 0ットで運用が開始された。 その後、鳩ヶ谷放送所の跡地は、埼玉県立鳩ヶ谷高等学校へと引き継がれ、今日に至っている。客中参考資料、ありがとうございます。